ニューヨーク時事、2022年北京冬季五輪から、今月で1年を迎える中、大会中に発覚した、フィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ、ロシアをめぐる、ドーピング問題は解決の道筋が見えない。当時15歳だったワリエワは、ロシアオリンピック委員会、ROC のメンバーとして、団体1位に貢献した直後、ドーピング問題が明るみに出た。21年12月のロシア選手権で採取された、検体から、禁止薬物トリメタジジンが検出されたことが判明。16歳未満の保護対象者として、五輪出場を認める異例の措置が取られたが、団体メダル授与式は延期され、4位にとどまった。個人種目の成績も暫定的な扱いとなった。和田は、ワリエワに対する4年間の資格停止などを求めて、CAS に提訴した。バンカ会長は、過去に組織的な違反があった、ロシアの反ドーピング体制に対し、ほとんど信用できないと、不信感をあらわにしている。